背番号22番、ゴールキーパーの大谷幸喜です。よろしくお願いします。もうだいぶチームは慣れましたか？そうですね、はい、すごくみんないい雰囲気出してくれてますし、やっぱりフィールドの人たちと一緒に混ざる練習も多いので、コミュニケーションもすごく取れるんで、サポロってボール回しはみんな一緒にやったりするじゃないですか。でも新潟の時とかは結構もうキーパーはキーパーの練習して、フィールドはフィールドでやって、最後合流してぐらいだったんで、プレーでコミュニケーションっていうのは少なかったかなとは思いますけど。この選手と今結構コミュニケーション取ってるなっていう人いますか？特にっていうのは全然ないんですけど、もうご飯、同じテーブル、もちろん向かい合ったりとかはないんですけど、そういうところで、食べてる、吉明駒井選手だったり、中野選手だったり、青木選手だったりとかは、よう喋りますけど、駒井選手なんか、浦和の時もやってるんで、久しぶりに話すこともいろいろあったんで。ご結婚はされてますか？してます。お子さんを見る？もう、はい、一人いて、今1歳8ヶ月ぐらい、正確には8ですね、8ヶ月です。もう皆さんこれから北海道に一緒に住まわれるんですか？そうですね、その予定です。というか、いないと寂しいんで。そうですよね、1歳8ヶ月だったら、もう会いたくて、はい、あとうち犬もいるんで。そんなご家族と住むであろう北海道の生活、まだだと思うんですが、楽しみにしていることってありますか？楽しみなんだろうな。でもまだ何も知らないんですけど、本当に何も知らないんですけど、有名なんとかやったら旭山動物園とかもあるじゃないですか。でも調べたらめっちゃ遠いみたいになって行けるかなっていう話はしたりとかしてるんですけど、あとは何だろう、子供と犬メインの生活してるんで、僕らが楽しみっていうよりはもう犬、ワンちゃんがどっか行けるようなとことか、子供が楽しめるようなとこっていうのを見つけていければいいかなと。趣味、特技を教えてください。いや、プロフィールにも書いてるんですけど、ももクロが好きで、うち家族みんな好きなんですけど、なかなか新潟に行ってからはライブとかも行ける機会が少なくなってて、でさらにコロナっていうことになったんで、多分もう映像越しでしか当分行かれるのかなっていう風な感じで、残念な気持ちであるんですけど、好きです。奥さんも好きですし、息子も好きっていうか、曲かかったら踊ったりしてるんで、嫌いじゃないのかなと思って座右の銘ってありますか？座右、多分いろんなとこでちょいちょい書いてんのかな。逆境こそチャンスみたいな感じで、座右の銘っていうか、好きな言葉じゃないですけど、ももクロの歌詞から取ったんですけど、もう本当にうまくいかないなとか、良くないなって思ってる時にそういう気持ちになるんじゃなくて、逆にチャンスなんじゃないかなっていう、そういうふうな気持ちに持っていけるようには心がけてます。今年は本当にチームの目標である ACL 権っていうのを達成できるように、自分の、自分の力になれるように、精一杯頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。